はい、ちょっと今いきなり回してるんですけど、今日ちょっと撮影の予定があってっていうのも、まあここれですね、玉川 FKT という今ニューバランスの大会やってるんですけど、これのために今双子玉川にいるんですよね。いるんですけど、ちょっと今日今までにない最悪なことが起きて、なんと iPhone なくしました。やばいです本当に。これいつもの挨拶も忘れ、意気消沈するクレイジー。スマホのことで頭がいっぱいで、なかなか本題に行こうとしない。ちょっとやばいです本当に。結構絶望の淵ですね。ないともう生きていけないぐらいやばいのに、マジないんで、ちょっと今こんなテンションなんですけど、今からちょっとこの FKT をね一本頑張ろうと思ってるんですけど、なんかもう気持ちが乗らず、まあでもやるしかないんで頑張っていこうと思います。はい、こちらですね、玉川 FKT ということで、こちらね、あのストラバで参加できるんですね。ストラバというアプリを使えば参加できるというものなんですけれども、見えるかな。じゃあ僕読みますね。玉川 FKT とは、まあ、ララララって、まあ、マイル1マイルのコースで行うオンラインのものなんですけど、 FKT ってまずそもそも何かって、知られている限りの最も速いタイムということなので、それを目指すっていうのが今回のミッションですね。なので僕もそれに向けてちょっと1マイル走っていこうかなと思います。はい、で今日は YOSHIKI さんと勝負するんですけど、僕の方ではコースですね、このコースを走ってる動画、コースを僕が全力で走るんで、それの動画を公開するので見ていただけたらなと思います。まあ、2人なんでどっちが勝つんですけど、僕が前だったらただの景色、僕が後ろだったら YOSHIKI さんの走りが見れるということですね。まあ、どうなるか、それはまあこの後、僕もまだ走ってないんで分かんないんですけど、楽しみにしていてください。出せる限り頑張っていきます。はい、今日はこの靴で走ります。見えるかな、ニューバランスフューエルセル RC エリート V2。 さあ行くぞ。
見ていただきありがとうございました。無事よしきさんに勝つことができました。はい、この靴ですね、この靴で勝つことができましたということで、あのよしきさんはね、正直、まあ、短いけど多分僕よりもスピードもあるのでちょっとビビってた部分あったんですけど、まあね、勝ちましたね。よかった、ちょっとほっとしてます。ラスト抜かれるかと思ったんですけど、まあそこは気合で走り抜きました。で、今回あの履いてたシューズ、まあ、こちらですね。こちらのショートシューズの話をしますね。こちらですね、まあ、名前を言うとニューバランスのフュエルセル RJ エリート V2 です。こちら見ていただければ分かるとおり、すごいクッションがふかふかしてるんですね。マシュマロみたいな感じでふかふかしてます。で、これあのフュエルセル RJ エリートって多分今あったそれのバージョンアップしたモデルになるんですけど、なんかフュエルセル RJ エリートってもともと裏があのつぶつぶあったんですよね。あの滑り止めあったんですが、まあ今こちらはもうこういう感じの裏になってます。まああの正直これ足、僕ジョグ、普通のジョグとあと今回のマイルの練習で使ったんですけども、これですね、ジョグで使った時正直感想、あんまり感触があんまり良くなかった。なんかあんまりスピードに乗らないというか、すごい柔らかいんですよ。柔らかくて設置した感じはすごいいいんですけど、それ力になってない、ちゃんと力加えられてないような感じ、イメージがありました。ただですね、その時ジョグで後半ビルドアップしてってペースを上げたんですよ。上げた時にラスト1キロですね、あのいつものようにちょっと力を軽く入れただけなんですが、3分6で走れました。わかりますか？ 3 分6って別に速くないかもしれない、速くないかもしれないですけど、僕のジョグからさ、最後3分6で上がるのって速いんですよ、ぐらいスピードが出ました。ただスピードがすごい出たなっていう感じではなくて、気づいたら3分6だったっていう感じですね。で、今回のマイルに関しても動画を最初から見てればわかると思うんですけど、あのスマホ落としてしまって、テンションガタ落ち、しかもアップもログインできなかったんですよ。で、その中で走ったんですけど、このシューズで走って、あのやっぱ最初スピード乗ってる感じあんまなかったんですよ。なんかスピード出てるなとか、すごいいけるなって感じしなかったんですけど、ただ走っててペース見たら、まあ、そんな悪くない感じで、でそのまんま後半も足残したまんま走り切ることができて、スパートもできたという感じでしたね。ただまああの今回に関してはジョグとこの1マイルっていう距離でしかやってないので、まだあの長い距離、フルマラソンとかハーフマラソンとかの長い距離に関してはまだちょっと僕も試してないので、ぜひちょっとそれは試して、またあのインスタグラム、ツイッターの、まあ、SNS ですね、 SNS で紹介できればなと思いますので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。で、今回走ったあのコース、玉川 FKT っていう今あの大会をやってるんですけども、オンラインの大会ですね。そちらの大会は6月の14日までやっているということです。で、僕もあの今結果ここに載ってますが、現在6番ですね。現在挑戦者人の中では6番、ストラバで結果が残るんですけれども、そちらで6番です、今のところ。今のところ6番ですが、まあ多分抜かれていくのかな、まあ、抜かれないようにまたちょっと僕もチャレンジしていこうかなとは思うんですけど、上の方にはね、プロランナーの神野大地選手であったり、あとはまああのエルドレストの SP 君が今1番なんですけど、これにぜひ皆さんチャレンジしてほしいと思います。あのコース自体はあの動画で載せた通りなんですけど、ちょっと一箇所ね、細い部分、最初くるっと回って直線、長い直線行ってから一箇所ちょっと細いところこう入って八の字で行く、その部分、上のこっちの部分ですね、がちょっと細くなって、そこだけ気をつけていただければと思います。タイムは狙ってほしいんですよ、もちろん。タイムは狙ってほしいです、そうやって楽しんでいただきたいんですけども、そこで事故とかあってしまったら良くないですよね。細いところ転んでしまったりとか、そういうところに怪我したらもったいないので、そういうところには気をつけながらも、ぜひランクインを目指して頑張っていただけたらなと思います。はい、本日はですね、こちらのシューズ、ニューバランスの新しいシューズ、フューエルセル RC エリート V2 で玉川 FKT を走った動画でした。まあ、ヨシキさんにも無事勝ちました。ありがとうございました。はい、では次の動画も見てくれよな、クレイジー。皆様ご視聴ありがとうございました。普段はランニングコーチをしております。詳しくは概要欄をチェック。よかったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録も忘れずに、次の動画も見てくれよな、クレイジー。